高知ユナイテッドスポーツクラブは、高知県を本拠地とする社会人、サッカークラブ。故障は、高知ユナイテッド SC、J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。2016年2月1日、高知県で、初めての日本プロサッカーリーグ加盟クラブを、誕生させることを目的として、共に四国サッカーリーグに所属していた愛護スソ。 コーチとコーチユートラスター FC の2チームが統合して発足した。エンブレムは、トサトウケンの化粧回しをイメージし、アイゴッソの演児とユートラの緑を置いた中心に活動を描く。なお、トップチームの運営は、アイゴッソの運営会社であった、株式会社アイゴッソコーチが、株式会社コーチユナイテッドスポーツクラブに称号を変更した上で行い、ユートラの運営法人であった。 一般社団法人コーチスポーツクラブが育成事業を担当する。このため、四国リーグへの参加資格は、書類上は、愛護そのものを引き継ぐこととなった。なお、ユートラの選手の中に、アマチュアの身分で、今後も四国リーグでのプレーを続けたいという選手が多くいた、ことを受け、一般社団法人コーチスポーツクラブとコーチ大学が2016年3月1日に、 空腹南国を設立し、ユートラの参加資格を引き継いで、四国リーグに参戦している。初代監督には、アイゴッソ監督の西村明弘が就任。ユートラ総監督のノジテルジュは、アドバイザー的な役割として関与する方針である。ありがとうございます。